はい、こんにちは。北沢コレクションです。今回はこちらの各週間ビッグスケール F1 コレクションの第11弾、ブラバム BT46B をご紹介します。はい、ということでこちら今回第11弾ですね。そしてブラバム BT46B、1978年のマシンですね。やっぱこのマシンといえばやっぱりこのファンカーですよね。この伝説のファンカーがついに登場しました。ということでですね、今回こちら書店で買ってきたんですけども、今回3つ入ってましたね。ちょっとこれだけ見てるとよくわからない部分があるので早速開封してみたいと思います。はい、ビニール開けてみましたね。早速開けてみます。そっと、こんな感じですね。出た、ファンがありますよ、ファンがいいですね。こちらがサッシですね。で、このように、お、出てきましたね、ファンカー。いいですね。ということで今回はこの1978年シーズンの解説になってますね。こちら通常バージョンの BT46 ということで、このラジエーターがフロントにあったりとか全然違いますよね。そして、あ、これがファンカーの方ですね。こちら後半はニキラウダの解説になっていて、そして、あ、事故の予告ありますね。はい、ということで、じゃあ早速ですね、こちらのモデルですね、こちらを見てみたいと思います。ということで、ここからよいしょ、こんな感じですね。で、今回の検品ポイントなんですけども、まずこの定番のリアウィングですね、まあ、こちらに関してはもうここでもうがっちり止まってるんで、これはもう検品のしようがないなって形だったんで、もうこれは今回見なかったですね。でですね、一番のポイントはこのピトー管ですね。これも実はですね、こう見るとちょっと前寄りになってますよね。本当はもう少しこの辺この辺にあった方がいいのかなって気がするんですけど、これまたあんまりやると折れちゃうかなって気がするですね。ちょっととりあえずこのままにしておきますけども、やっぱ今回このピトー管がポイントなのかなって気がしました。ここのフロントウィングですね。で、今回フロントウィングでですね、一つだけこれがちょっとこっちに行ってるやつがあったんですよね。なんでそこはちょっと気になりましたね。あとはですね、ここのシートベルトの印刷が曲がってないかとかですね、この左右のミラーとか、この辺がきちっとついてるかとか、まあ、そのあたりになってくるのかなと思ってですね、意外とそんなに見るべき部分はないかなという風に気がしました。あと一つここかな。ここのリットのここは少し黒くなってるところがあったんですよね。まあ、あとはこのボディの塗装の状態、まあ、印刷というか塗装の状態、そこの全般的なチェックかなという感じがしました。まあ、ということで今回の検品ポイントはそのあたりですね。意外とあっさりした感じでしたね。はい、ということでですね、これがやっぱり気になるんで、これを外してですね、モデル単体で観察してみようと思います。はい、台座から外してみました。やっぱりゴードン・マレーの作品としては欠かせない一台ですよね。正面から見るとこのような形ですね。こうやって見るとフロントウィングのこことこのクリアランスが合ってないというか、フロントウィングは少しこっち側に傾いてるのかなって感じがしますよね。こちらがリアになります。やっぱり BT46B の最大のポイントはこちらのリアですよね。やっぱりこのファンがすごいですよね。この周りの部分もきちんと再現されてるんで、この辺はやっぱり見どころがありますよね。はい、左側面です。ピトー管がこうなってますよね。製品写真見るとちゃんとこうやって直立してますもん ね。結構モデルのポイントになる部分だから、ここが曲がってると結構きついですよね。治るかなこれ。はい、こちらが右側面になります。やっぱりここに見えるファンがすごい存在感を発揮してますよね。こちらが上面になります。ブラバム BT46B っていうとどうしてもファンの方に目がいってしまうんですけど、アルファロメオの水平対向エンジンを積んだことでこのフラットになったこの上面の部分、ここの部分はやっぱり面白いところですよね。こちらが写真になります。アルファロメオ製の12気筒エンジンがでかい。あとどうしてもこの辺のところに目がいきますよね。では各部を見ていきます。まずこのブラバム BT46B なんですけど、何が驚いたってこの重量が重い。このシリーズの中で一番重いんじゃないですかね。すごいずしっときますねこれ。というのはですね、ボディのほとんどがダイキャストになっているっていうのが非常に大きいのかなというふうに思いますね。で、どこがダイキャストなのかっていうとですね、まずここですね、もうノーズのここからですね、メインボディのここですね、ここもダイキャストになってますし、ここの上面は
ここも一体成形ですもんね。ウィングに関してはここのあたりはなんかプラスチックかなって気がするんですけどね。このフロントウィングとこのリアウィングを除いたこのメインボディの部分はダイキャストなんですよね。なので非常に重いというところで、この重いっていうところが結構満足感につながったりしますよね。あと肝はやっぱこのピトー管の角度ですよね。これがなかなか厳しいなっていうところなんですけど、どうだな、この根元のところにドライヤーでまた熱を加えていけばですね、少しこうやって戻っていくかなって気がするんですけどね。ドライヤー当てなくてもこうやって根元からあんまり折れないようにして少しずつこうやって癖をつけていけばまあ戻っていくかなって気がするんですけどね。どうだろう、少し戻った、じらーってやり続けていけばですね、このあんま折れない程度にねやっていくと少しずつこうやって癖をつけていってね、なんか戻っていくのかなって気がします。あ、戻ったかな、戻りました。ピトー管の傾きは手で元に戻るということが分かりましたということでここはあんまり気にしなくていいかもしれないですね。でもケースから出さないとダメですけどね、うん、ケースから出して手で曲げれば元に戻るということが実証できました相変わらずこのシリーズ面白いですよね。ブラバムのこのクリアブルーのね、ここの風貌が結構綺麗で個人的にすごい大好きなんですけどね。カーナンバー1番の再現もこちらもいいですよね。ジョン・ワトソンの2番ももちろんいいんですけども、この1番のこのロゴがかっこいいですよね。あとはこういう部分、溶接跡とかね、こういうところも今回しっかり再現されてるんで、このあたりは満足感高い部分ですよね。あとこのエンジンをフルカバーとしているここのカウルの形状が、ここがいいですね。ホイールはこちらのガンメタルで塗装されている、ここもポイントですよね。でリアウィングについてもやっぱりここのピンの部分がシルバーに塗装されてるんで、この辺の芸が結構細かいですよね。このリッドのシルバーとかも再現されてますしね、この塗装は綺麗ですよね。そして注目のリアですよね、やっぱり BT46B の目玉の部分なんでどうかなっていうところなんですけど、まずこのファンですよね、これがすごい立体感があるというか奥行き感がすごいですね。すごい奥まで再現されてますね、このファンの部分が。でふーって吹いたらね、このファンが回るんじゃないかっていうそれぐらいこれ立体感がありますよね。そしてこのエグゾーストパイプについても缶の内側がブラックに塗装されていて、ここがいいところですね。あとリアウィングについてもここのピンの部分とかの再現も細かいですよね。あとこの下の部分のこのプレートとかね、このプレートもこのブラックになっていて、この端の部分はこれシルバーで塗装されてるんですよね。あとエンジンについてはこちらの12本のこのエグゾーストですね、こちらが再現されてますね。でここが完全に隔壁になってるんですよね。ここがやっぱり BT46B の特徴というか、そこはしっかり再現できてますよね。コックピット内なんですけども、シフトレバーがここに再現されていて、でメーターパネルとステアリングですね、こちらもこのような形で再現されてます。足元には消火器が入ってるというところですね。シートベルトなんですけども、こちらはどうだろう、やっぱり曲がってるか、相変わらずちょっとこっち側に来てますけどね、ある意味個性というかですね個体差が一番大きい部分ですけどね。あとフロントサスについてはこちらのステアリングロッドのところがシルバーに塗られていたりとかですね、あとこのフロントサスのこの部分がシルバーに塗られてるんですね、ここも。なので今回のこのモデルに関しては結構こういう細かいところのブラックとかシルバーとかのこの差し色が結構効いてるんですよね。それが全体のモデルの出来の良さというか、そういう部分につながっているような気がしますね。ということで今回は各週間ビッグスケール F1 コレクションのブラバム BT46B についてご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。